こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は最近 W124 を購入された方から鍵についてのご質問をいただきましたので、トリビアとしてまとめてみました。知っても得しない、知らなくても損しない、そんな W124 のトリビアですが、どうぞご覧ください。トリビアその1。まず最初に W124 くんが納車された時、画面のようにマスターキーが3本、サブキー、フラットキー各1本ずつ、以上3種類、計5本の鍵が渡されました。種類別に簡単にご説明しますと、キーヘッドの部分が四角形の形をしているのがマスターキー、いわゆるメインキーですね。ドアの開閉やエンジンの始動、そしてトランク、グローブボックスなどの開閉も全てこの1本で行うことができます。続いてキーヘッドが楕円の形をしているのがサブキーです。これはトランクやグローブボックスが開けられないなどといった機能制限があるキーです。日本ではあまり見かけませんが、欧米のレストランやホテルを利用する際、バレーパーキングといってエントランスで鍵を渡し、係の方が駐車場まで改装し、帰りに再びエントランスまで車を持ってきていただけるというサービスの際に使用する鍵となります。そして最後にキーヘッドのついていないフラットキー、これはウォレットキーと呼ばれ、その名の通りお財布に入れて万が一の時に利用する鍵となります。一通りご説明申し上げましたが、この W124 くんのスペアキー、現在でも部品供給はあるそうです。価格は6435円。古いメルセデスですとスペアキーの供給も終わっているみたいなので、ベンツマークの鍵が欲しい方は急いだ方がいいかもしれませんね。あと、鍵穴のメンテナンスについて大事なお話が一つ。つい市販されているクレ556などの潤滑油を使ってしまいがちですが、これは NG です。使った直後は滑りが良くなっているので治ったと感じる方がいるかもしれません。しかし、油分は次第に鍵穴の内部へホコリやゴミを付着させてしまいます。最悪、シリンダーのオーバーホールとか交換などという事態も発生してしまうそうです。ですから、鍵穴のメンテナンスには鍵穴専用潤滑剤を強くおすすめします。トリビアその2。ビークルデータカード、これはいわゆる赤ちゃんの出生届みたいなもので、お乗りになっているメルセデスの製造出荷時のデータが記載されたカードです。このカードにはエンジン番号はもちろん、ボディの色番号や出荷時のホイール形状まで分かります。今は修理工場さんもオンラインでデータベースのアクセスが簡単に行えるようになったので、カードそのものはなくなりました。でも、ご自身の愛車のデータがぜひ見てみたいという方がおられましたら、とっておきのサイトを一つご紹介しますので、アクセスしてみてください。そのサイトは rustbin.com。 無料にて愛車の出荷時のスペックを教えていただける大変素晴らしいウェブサイトです。概要欄にリンクを貼っておきますね。使い方は簡単。ビンと書いてある検索窓に車体番号を入れて、あとは Get Data Card をクリックするだけです。そうしますと、ご覧の通りのデータが出てきます。例えばコードナンバーが498、これは日本向けのバージョンであり、731、ウッドトリムはレッドウォールナットであるとか、最後の916は暑い国向けの車両、
暑い国向けの車両で追加パーツがあるとかですね。これこそ知っても得しない、知らなくても損しないトリビア。でもああそうだったんだという発見ができて面白くて、より一層自分の車に愛着が持てますよね。はい、いかがでしたでしょうか。 W124 のトリビア、少しでもなるほどと思われた方、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。